おはようございます。ラブ川崎です。はい、さあ皆様、川崎市の地元応援券第2弾が、ね、はい、申し込みが始まったということですね。はい、そうなんです。はい、1万円で1万2000円分の応援券になるということで、嬉しいですよね。とってもお得ですよね。うん、しかも、うん、1人5冊買えるんだそうで、ということは5万円で、うん、6万円分の応援券になるんですよ。5万円で1万円プラスされるということですね。そう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 。となると今までちょっとね、うん、我慢してたものを変えたりもしますよね。そういうことです。しかもそれを使うことによって川崎市の地元を応援できるという、そう、なんと素晴らしい応援券なんでしょう。本当にね、うん、ちょっとした贅沢ができますよ。そうね、うん、ちょっとプレミアムビール飲んでみたいなとか、でもちょっと高いんだよなとかって言ったのにもいけるよね、うん、いつもよりちょっと高いお菓子買ってみるとかね。そうね、そうね、そうね、ね、和菓子屋さんでね、あれか食べたかったちょっと高かったんだよなっていいよね、うん、人気なのでお早めにお申し込みください。さあ今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ今週も川崎の魅力たっぷりとお届けしましょう。はい、プレゼンターはこちらの方です。はい、菅井真彩です。よろしくお願いします。さあ菅井さん、最近どうですか？最近どうですか、うん、私もやっぱり外食ね最近してないので、うん、美味しいもの食べたいなと思います、うん、何が食べたいですか？お寿司かな。あ、いいよね。地元応援券でぜひ、はい、大トロいけるよね。いけますね。お願いします。さあでは今回のテーマに参りましょう、はい、こちらです。人と動物をつなぐアニマモール川崎。これ以前番組でも紹介したんですけれども、うん、覚えてますか？覚えてますよ、うん、ちょうどあの移転して新しくなった時にお邪魔させていただいたんですよね。そうなんです、うんうん、そう、2019年2月に移転開設した川崎市動物愛護センターのことで、動物の命の大切さを学ぶ施設なんです、うん、迷子になったり怪我をしたりやむを得ない理由で手放すことになった犬や猫を保護しています、うん、だから譲渡会なんかもあるから、まあ、その保護した動物と次の飼い主さんにそのつなぐというその大切な役割をしている施設ですよね。そうなんですよね。施設がすごく充実していて、うん、犬ちゃん、ワンちゃん、猫ちゃんにとってね、いい環境が整っているのを記憶してますよ。さあではアニマモール川崎に行ってきましたので、まずはそちらをご覧ください、はい、ワンワン、ニャンニャン、ワンニャーン、なんだこれ。ということで本日はアニマモール川崎にやってきました。早速中に入ってみるだにゃん。背中。アニマモール川崎の2階は犬のエリア。怪我をした動物を処置する手術室、ね、シャンプーやトリミングを行う部屋もあるんです、うん、撮影の時犬はいませんでしたが、犬舎は床暖房完備でとっても快適です、うん、そして3階は猫のエリア。子猫専用の部屋は5つに分かれています。今は猫ちゃんいないんですけれども、毎年春になると保護される数が急増するそうです。そうか、生まれるから。行動観察室では家庭での暮らしをイメージしながら飼い主と猫の相性を見たり猫の行動を確認します、うん、現在譲渡会は新型コロナウイルスの影響で休止、個別での譲渡が行われています。あー、私も猫飼いたいな。ちょっとしてもらえるかな。ここでどのように動物を譲渡しているのか見ていきたいと思います。まずはアニマモール川崎に連絡してみます。すみません、あのホームページを見させていただいて本日お電話させていただきました。ええ、あの猫のみつまめちゃんを拝見させていただきまして、はい、あのぜひ譲渡させていただきたいなと思ってお電話しました。ご家族で対応スタッフは家族構成や譲渡を希望したきっかけなどを丁寧に聞き取ります、はいはい、あのこちらが譲渡する際には必ず不妊去勢手術を行ってからになりますが、そういった手術へのご同意はいただけますか？はい、大丈夫です。譲渡を希望するきっかけというのがあれば教えていただきたいんですが、あの猫を飼っていまして、はい、家族が増えたらいいなというふうに思って、はい、その他にも飼い主には居住地や年齢制限などの条件があります。そしてみつまめとのお見合いの日、
対面前に飼育環境などについてスタッフと面談します。記載する聞き取りカードにはこんなことが、まあ、1日その家族が留守にしてその動物だけになる時間がどれくらいですかとか、また今の場所から転居する可能性があるのかどうかとか、まあ、家族の中で喘息やアレルギーがあるかないか、そういうところも結構重要になってくるんですね。はい、自宅の間取り図や集合住宅にお住まいの場合、ペットの規約が必要です。なぜかというと、例えば猫ちゃんの場合ですと、うん、玄関を開けてすぐ猫ちゃんがいる場合だと、ね、あの猫ちゃんスルッと逃げてしまうことも多いので、うん、あのそういう場合はですね、玄関を開けてももう一つ扉があって、うん、猫ちゃんが逃げないよっていうような構造を取るようにお願いをしているところです。そしてミツマメと出会うことに。必ず譲渡したらはですね、はい、最後まで命を預かる覚悟をしていただいて、最後まで飼うように、約束していただけたらと、うん、猫ちゃんたちの相性どうですかっていうのはやっぱり本当に本人同士の関係性になると思います、うん、2頭を最後まで飼っていただいて、飼う余裕ができたらあのまたセンターをから猫を譲渡希望されても良いかなとは、うんうん、はい、そうですよね。あの今お家にいる猫ちゃんも最後までね責任を持ってあの飼わなければいけないですし、まあ、家族とのね相談もありますので検討したいなというふうに思います。やっぱり二度とねその不幸な猫ちゃん、うん、ワンちゃんを産まないためにね徹底したそのなんですか調査といいますか、うんうんうん、次もらってもらう家族 の、 その徹底した調査とかっていうのは素晴らしいなと思いましたね、うん、飼い主やね住む環境についてすごく細かいチェックがあるんですね。そうだから逆に捨てられた理由って何なのっていうのを分かってらっしゃるので施設の方が、うん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 、初めて飼いたいと思った人はどうしたらいいんですかっていうのも聞いたらいいよね。そうですね、本当愛する自信はあるんだけどどうしたらいいか分かんないとか本当聞いて、うん、あの譲り受けるっていうこともできますよね、うんうん、新しい飼い主さん見つけるワンちゃん猫ちゃんもこれだけチェックしてもらってれば安心に、そう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 、安心してね、いけますよね、うん、それでやっぱ相性をチェックして、ね、うん、もらわれていくわけですから、はい、いや幸せになってもらいたいじゃん、本当ね、一番はねそこですよね、うん、みんな幸せになってもらいたいですから、うん、で不妊去勢手術もそこでやってもらえるわけでしょ、うん、そうなん、獣医さんがいますからね、そう、それはすごいありがたいこと で、うんね、そうなんです。みつまめちゃん、うん、どうでした。みつまめちゃん性格がね本当に可愛らしくって、うんうん、いやすごくいい子でした。写真よりもね実物の方が可愛かったんです。あ、そうなんですね。だからやっぱりね会いに行かないといけないですね。分かったりもすると思いますから、はい、息遣いとかも感じるからね。そう、さあではご自身も猫を飼っている敦さん、はい、お待たせいたしました、はい、ここで動物の気持ちクイズです。気持ち、はい、はい、館内では動物の気持ちが学べる展示があるんですけれども、なんかあったね、うん、はい、こちらの猫ちゃんはどんな気持ちでしょうか。これ前やんなかったっけ。田中アナも一緒に。これはでも警戒してるわけじゃなくて、はい、多分あなたこっちに来なさいよって家族を呼んでる目だと思うんだよね。多分ね、ちょっと撫でてほしいとか、うん、うちの子だったらそういう感じがする。確かになんかソファーに座ってこっちを見ているような雰囲気はありますよね。警戒はしてないと思う。ちょっと私の気持ち気づいてよみたいな。そう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 、正解に参りましょうか。ちょっとツンデレな感じね、うん、正解はこちらです。ビクビク、まあ、不安ということなんですね。うちの子ずっと怯えてるっていうこと。あ、でも多分その時にあの毛の逆立ち具合とか、なるほどなるほど、ちょっとねやっぱり絵だと分かりにくい部分はね、うんうんうん、表情とかもあるかもしれないので、絵がちょっと穏やかすぎて。そうですね。北津さんちのは落ち着いてると思います。だいたい上目遣いで来なさいよあなたね、よしよしなさいよって顔だよねあれは。ね、そうですね。まあ正解はビクビク不安ということでした。はい、さあでは後半はそんな猫ちゃんワンちゃんのお世話などをしているスタッフの皆さんにお話を伺いました、はい、あ、かわいい。この子の名前は千春ちゃんと言います。なぜこの名前がわかるかと言いますと、こちらです。千春というふうにね、表札がこう作ってくれてあるんですね。愛情を持って育ててもらおうとスタッフが動物に名前をつけています。印刷じゃないんだ。どうしてこの千春ちゃんというふうに名前をつけたんですか。漢字で書くと千の春っていう感じなんですけど、うん、あのおばちゃん猫で入ってきているので、少しでもいろんな人と長い時間を過ごせるようにっていう祈りを込めて、うん、
新しい飼い主が気に入り、譲渡後も名前が引き継がれることもあるそうです。センターにいる子たちが譲渡されて幸せになってくれるっていうのが一番嬉しいです。普通のご家庭に住んでいるペットとして暮らしているっていう様子を知ることができるのが本当に頑張って世話してよかったなって感じられる瞬間なので、もっとどんどん教えてほしいなというふうに思います。こちらでは小中学生を対象に命未来教室を開催しています。その内容がこの犬見てどんな気持ちだかって、こう不安そうだし怖がってるとか、なんかあんまりこう幸せな感じは伝わってこないですね。怯えてるような、そんな様子が見て取れる、はい、もう一枚の写真は健康そうですし元気でお外に出て嬉しいなっていう、実はこの2枚の犬同じ犬です。愛護センターに来た直後と世話をして300日経った写真、同じ犬に見えますか？全く違うね。この授業を通して、皆さんにはどんなことをこう伝えたいなというふうに思っていますか？で、身近にいる動物にも優しく接してほしいということがこの授業の目的で、動物の気持ちが分かってこれから動物と接するときは気持ちを見ながら接していきたいっていうようなコメントを見るとすごいやりがいがあったなっていうふうに感じます。なるほどね。子どもたちへのね、学びは大事ですね。そう、命ですから。そうなんですよ、家族ですから。ワンちゃん猫ちゃん飼うことによってもね、身をもって命の大切さ学ぶことができますよね。本当優しい子になると思う、その子自身も。そして、そのワンちゃん猫ちゃんの気持ち預けれるからすごい仲良くなるし、そしてまたその子たちが大きくなって、大人になって親になった時に子供にそのことを教えられるから、そうするとかわいそうな子たちは少なくなっていくよね、絶対に。そうですね、幸せなワンちゃん猫ちゃん増えるといいですよね。あの写真全然違ったじゃん。本当にあれだけ変わるんです ね。1年も経たずにね。警戒心しかないものが ね、もう安心感しかない写真になってたもんね。さあ、今回紹介しましたアニマモール川崎では、命を学ぶ、命をつなぐ、命を守るの3つの役割を担い、命未来教室や動物の譲渡保護などを行っています。動物に対して最後まで責任を持って飼える方を募集しています。また保護されている動物や譲渡できる動物の情報はアニマモール川崎のホームページをご覧ください。なんかね、そのホームページからもう今誰もいませんってなったらいいよね。そうですね、一番はそれがいいですね。譲渡されてね、はい、世界さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはプレゼントです。今回はラブ川崎除菌ウェットティッシュを10名様にプレゼントします。ご希望の方は5月1日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしています。さあ、ということで、アニマモール川崎をお送りしました。はい、私も一度行ったことあるんですけど、すごくね、日の光が入ってきて暖かい雰囲気の施設なんですよね。何よりもね、そのワンちゃん、猫ちゃんのことを考えられて作られてるって施設の感じがするよね。で、より譲渡されて先でもっともっと幸せになってほしいなって本当に思いますよね。愛のある施設ですね、あそこはね。そうですね、本当にそうだと思います。はい。